ファーサイドには鈴木がスプリント、左サイドから杉本も来る、中央にはファビアン・ゴンザレス、低いボール上原、FC 東京はやっぱり逆に前と後ろがちょっと離れちゃいましたよね。そうでしたね、はい、いやでもいいシュートですね。テクニカルな今野、ワンツー、あー推進していく、中央まで来た、逆サイド、アデウトン、ワンタッチ、ここから右足リフレクト、決まったっていう、すごく判断が難しいと思うんですよね。ボックス近辺なのでファウルしたら PK に、PK で、さあ中4枚5枚クロスリフレクト、中盤こぼれている、カヌマのシュート、まあ、カヌマが打てるということがまずすごいですし、はい、やっぱり横に遠藤がいるからだと思うんですよね。こういう時にこういうキックを選択できるっていうのを、うん、待てです強い、さあ先頭が上がってきた、先頭、先頭だ、決まりました。非常にこうスピードも乗った低いシュートが先頭打ちましたよね。そのことによってね、キム・ジンヒもね反応できませんでしたよね。非常に素晴らしいゴールだったと思いますね。ここに高峰が落ちてきます。こういう左足の球出し、今これちょっとずれましたが、彼の一つ武器になります。ディエゴ・ピッカー、アルトラ、後ろが上田だ、いいボールでした。どうしようもないですね、札幌からするとやっぱり奪われ方も悪かったですし、やり直しの PK、 今度は決めました鈴木優馬。まだギリギリまで見て、あとは蹴る方を決めたかもしれないですね。もうね、福森を剥がして背後に出します。泉のパスからアルトゥール回帰、上田が開けた場所に鈴木優馬が来た。まず一番危険な場所、死にったところの手前ですよね、まあ、我慢しながら鈴木優馬も入りましたし、そこに対していいボールが来ましたし、面白いカーブ、ヘディング、アルトゥール回帰、早くて曲がってこう落ちてくるボールですけども、そこの落下地点にしっかり入っても叩きつけると、もう見事ですね、はい、浮き球で菅へカットインした、菅打った、スーパーゴール。5寸でからするとやっぱりもうノーチャンスですけども、やっぱり受けてからシュートまでのイメージもあったと思いますし、はい、左利きのプレーヤー縦に入れます、スペースを狙いました、酒井がいます、酒井うまくちょっと引っかかったが、横パスを入れてイニエスタ、イニエスタあったですし、まあ、小林のこの精度の高いボールも行きましたよね。とは少し、まあ、イニエスタも、まあ、自分の前にスペースを置いたっていうところと、福田から取った武藤、横パスイニエスタ、パスを出して角度ないところユルキー、このまトスのビルドアップのところで ね、はい、武藤がよく狙ってましたよね、まあ、最初の、まあ、守備のところのスタートポジションというところもしっかりと神戸えぐってシュート、決めました武藤。このマイナスのしかもファーのところですよね、うまくこう自分の前にスペースを持ちながら抜けてきて、ボージャンかわす、パスを出して大迫見極めながらラストパス、タイミングをしっかりと測りながらね、レアンドロ・ダミアンキープをしながらここに出して山根だ、縦へトロですね。逆にちょっとセットプレーからスローインからですけれども、レアンドダミアンがうまく起点になってからですよね、深いところで起点作りましたから、大きな手拍子に乗せてのコーナーになります。後半は初めてのコーナーキックです。ウィングシュート来た、車屋いやいいとこ入ってきましたね。高い位置に奪いました。さあアンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペスを打たせる、水沼だ、コースの消し方とゴール
と出させた時に左足を水沼出してますよね、はい、中川クロスにしました。こぼれ球マルコスジュニオール、マルコスジュニオールヒールパス、シュートが小池、はい、やっぱり前向きでその敵陣にボールを出せそうな選手をエルカネスがどこで作るかだと思うんですけど、長友小池もちょっと外の低い位置にポジションを取って、2対2、3対2、中川どうする、中川右に持ち替えて水沼だ、さあ水沼折り返し、アンデルソン・ロペス最終的にやっぱり自分のところにボールが戻ってくるっていう、人のために走ったり自分のところにボール来たっていうんですね、結構オフサイドギリギリだったので抜けてきました。町野折り返し、山田が来ましたが届かず、ただ拾って田中、さらに折り返し、ウェリントしっかりクロスがウェリントンに届きましたから、これは田中がよく上げたなと思います。渡辺すかさず背後、さあレオセアラ、レオセアラ、レオセアラが抜けてきて流し込む、ずれました、ずれたボールが渡辺に入ってますよね、はい、タイのとこ今プレー再開、さあでここに来るシュートだー、押し込んだー、いやーダーがいいところに立ってたのと、まあ瞬